はい、というわけで皆さんどうもこんばんは、ミヤです。そしてこんばんは、モツです。はい、というわけで8月のミヤとかラジオ、第8回ですかね。やっぱ入りとかも何も考えてなかったな。いいじゃんラジオだし。まあね、いつも冒頭、うん、何喋ってたんだろう。どうやって入ってたか覚えてない。まあ普通の会話みたいな感じで入ってんじゃないのまあこういう時はお便りを読んじゃえば、ね、スイッチが入るから。そう、じゃあ1通目読んでいきますか。早いね。とほらでも結局さ、いつも最初に変な無駄話して、でお便りもめっちゃ掘り下げすぎて結果2時間とかになってるから。確かに、まあ、先にねお便りをパパパッと読んでしまうという、どうせそっから広がるからね。なるほどね。ちょっとちゃんと時間管理しっかりしていこうっていう回ね。そうそうそう、いや絶対あの1時間以内には収めたい2時間とかで長すぎなんだよで、まあ、今月のテーマはなんだっけ、まあ、自分、私だけが知ってるおすすめ YouTube チャンネルってことで、うん、まあ、そこまで有名じゃないって言っちゃうとまあ失礼かもしれないけど、まあ、100万人とか200万とかそこまでは言ってないけど、まあ、おすすめですよみたいなチャンネルをね教えてくださいっていうお題にしたんだけど、うん、1個来てまして、はい、宮さん、もつさん、こんばんは。いつも家事をしながらラジオを拝聴させていただいております。ありがとうございます。早速今回のテーマ、おすすめ YouTube チャンネルについてですが、私の一押しは猫は液体というチャンネルです。昭和レトロな家具に囲まれたお宅で過ごす猫ちゃんたちの様子を見ることができるのですが、猫ちゃんたちが飼い主のお母さんをとっても信頼している感じがとてもいいです。見ていると気持ちが安らぐので私はいつも寝る前に見ています。ということで、猫は液体さん。あー、猫は液体、知ってる？かわいいね猫ちゃん。知らない、全然。いや、なんか俺さ、なんか聞き覚えあるなと思ったら、ああ、うちの姉ちゃんうん、おすすめされてたチャンネルだった、うん、へえ。なんかね、知ってはいたんだよ。17万8000人もいるよ。あ、すごい、すごいね。猫は液体、猫ちゃんいっぱい飼ってる人も猫動画みたいな感じか、ね、確かに。でもなんか昭和っぽい扇風機とか映ってる。あ、ほんとだ、サムネイルにも出てるね。いや、いいね。なんかテレビとかも昭和レトロな感じの、うん、掘りすぎてないこのサムネいいな。確かになんか寝る前に見れそうだよね。うん、なんだっけな、多分姉ちゃんにこれ、あ、これか、なんか金魚鉢に猫が入って、うん、だから液体みたいなことなのかな。こう、そうだ、溶けて入るみたいな。ボールとかいろんなのに入ってるね。かわいい。まあこれはね、皆さんも調べて、まあ、聞きながら開いておればきっとわかると思ったけど。猫ちゃんはいっぱい。かわいいな。いや、やっぱ猫は間違いないな。猫の YouTube チャンネルなんか全部面白いもん。面白いっていうか、だって出てきたらつい見ちゃうもん。ああ、でもあんま俺動物系のやつよ見ないからさ。あ、そうなんだ。うん。から結構なんて知らない世界が多いね。でもまあ確かになんか見はすんだけど、その時例えば YouTube ショートとかで流れても、うん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 、チャンネルまで行くかっていうと、確かになんかこのチャンネル知ってるとかはないかも、その動物系でね。確かにね。でも確かになんかいいな、癒される、非常に癒されるチャンネルだね、これはね。確かにこれ寝る前に見たいやつだ。てか、なんか一日中見ててもいいね、これは。なんかないかな、とりあえずテレビつけときたいな、時計にきっとつけときといいタイプのやつで。そうだね。結構流し見というかね。そう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 。それこそ、そのお便り送ってくれた方は家事とかしてるときに見てるのかもしれないね。そうかもしれないね。ね、確かになんか皿洗いするときとか横で YouTube 流してるもんな、うん、俺。だから、あれよ、俺らのラジオ聞きながら家事するんじゃなくて、こっちの動画見ながら見た方がはかどるんじゃないかな。なんでそっちに流すんだよ。せっかく聞いてくれてるのに。こんな、だって、おっさん二人がただただ喋ってるだけの動
でもほら長いから、長いからこの操作がいらないから、うちのラジオは画面も見る必要ないからね。うん、このラジオに関しては確か途中で広告入らないようにしてるから操作が一切いらないはずなんだよ。素晴らしい、素晴らしい。これは、ね、本当にそういう作業用としての手を成してるから、ちゃんと偉い偉い。俺もたまに寝る前とか聞いてるから、ね、あ本当に。でもなんか意外とさ自分らの会話って寝れない、なんか不思議と。寝れるし、なんかさっきまで喋ってたことなのにって笑っちゃう確かになんか不思議だよね、同じとこで笑っちゃう自分だから、うんうんうん、そうなんだよ。なんか意外とさこんな自分で喋ってさ会話してるのに、うん、なんか覚えてなかったりするし、うん、あれこんな話してたっけみたいな。あとなんか最近気づいたんだけど、うん、俺の声って、うん、イヤホンで聞くとしっかり聞こえるのにスピーカーだと全然聞こえない、うん、あーでもそれはね俺もある。てかやっぱなんていうの、スピーカー低音に弱いのかもしれないね、もしかしたら。ああそうか、なるほどね、そういうことか。自分の動画とかも音量調整がねなんか難しいんだよね。あ俺声低いからさ、うん、マジでその携帯とかでさスピーカーモードにして聞いてるともう、うん、なんだろう、あのもういやわかる、そう本当にそうなんだ。お前が一人で喋ってるみたいな一応ねいろいろ頑張って音量調整はしてんだけどね、なかなか難しいよね。うん、だからもっとこう声張って喋りたいなって思うんだけど。うん、まあそれはなんかあるよ、そういう悩みは。俺もなんかやっぱ過去の自分の動画と比べると、あだいぶ声張るようになったんだなって思う、うん、やっぱお酒飲んでるしダウンタイムだからさ、もうダラダラ喋っちゃうんだよね。そうそう、まあ、リラックスはしたいけど、していいけど声は張りたいよ難しいんだけど、まあ、俺はさすがにね1年ぐらいやってるからこう自然とある程度は声張るようになったけど、なかなか難しいよね。もう俺もこれからだ、やっぱ。そうそう、まあ、ラジオも定期になりましたし、まあ、ぼちぼち配信とかもねやってもらって出てもらってねえ嫌が多でもきっと慣れてくるよ、そしたら。この前ちょっと出たけどね、コメントでコメントで、ね、え、なんかさ、モツって名前のやついたけど、あれお前？あ、そう、俺名前変えたんだ。あ、そうだよね。なんか俺なんか最初違うし、う、たまたま同じかとかって一瞬思ったけど、そんなわけないかと。一応ちょっとアカウント持っとくかと思って。あ、そうね、何やるか分かんないから、うん、そうそう、今まで使ってたアカウント一応名前だけ変えて。ああ、なるほどね。うん、今まではね YouTube 専用っていう名前のアカウント使ってたんだけど、変な名前のやつ来たなと思ったらお前だったこのゲーム何みたいな、小学生みたいなコメント来たなって思ったらお前だったわ小学生なんだろうなって思って優しく教えてたらお前だった接続しない感じね。だいぶあれだな、あの元の猫ちゃんの動画から離れてしまったけどいやまあまあまあ、これを見越してたから俺は。ああなるほどね。いいのよ。じゃあまあ次のお便りいきますか、うん、次は、まあ、普通のお便りかな。みやさん、もつさん、こんばんは、今月のホラーゲーム強化月間お疲れ様でした。長編のゲームでもめげずにクリアまで配信しててすごいなと思いながら拝見してました。そしてそんなホラーゲーム配信を見ながらふと思ったのですが、もつさんとのホラーゲーム実況または配信がまた見てみたいです。やっぱりもつさんはホラーゲーム苦手なんですかね。ご検討よろしくお願いいたしますだって。どうです。いや全然いいんだよ別に。ああ、うん、全然やるよ。最近やってたホラーゲームがやっぱその、うん、難しかったからなんかあったっけホラーゲーム。いや、あのなんだっけ、あの悪魔のやつ。あ、デモノロジスト。デモノロジスト、うん、まあ確かにシンプルむずいんだよね、怖いっていう。そうそうそう、まあ怖いんだけどだからもっとなんかこう単純明快かつ怖いようなのがやりたいな。なんかさ、あの We Are Here のホラーバージョンとかあったらいいよ。なんかちゃんとクリアが、ね、まあ、1、2時間でできて、うん、謎解きもあるホラーみたいな。そうね、終わりが分かってるといいんだよな、うん、ホラーゲーム。そうね、あとできればあのストーリーに入り込みたいな。ああ、なるほどね。これは、うん、はいはい、あの
デモノロみたいに無限にできるやつじゃなくて、そう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 、一応ストーリーもあってほしいなって感じ。うんうん、あのわけわかんないストーリーじゃなくて割とちゃんとしたね。うん、そうなるとバイオハザードとかになっちゃうよな。大丈夫だけど、あれってでもホラーゲームじゃないよなシューティングゲームだよね、ゾンビゲーというか、そう、うん、シューティングアクションだからな、あれってなかなかホラーと。だそれ言ったらやっぱあのなんだっけ、任天堂のさ、うん、なんだっけ、ゼロだっけ、レイだっけ、どっちだっけ、レイ、レイかな、うん、あれとかちょっとやってみたいなとは思ってたけど、あれってマルチなんだっけ。いやマルチないんじゃねえかな、一人だよね多分、まあ、別にお前が一人でやってくれてその動画を上げてもいいどうせやるなら意味わかんないじゃん、もうやんねえよ別に怖いのやりたくないし俺なんでこの話題になった、俺がやんっていうさ、ホラーゲームってねマルチのがまずあんまりないんだよね。やりたいっちゃやりたいんだけど、そうね、なんかファズモフォビアとかも結局デモノロジストじゃん、要はなんか、あそう、ね、ジャンル的にあのグッズ使って有料特定しろみたいな、そうなんか探索するみたいなさ、アイテム探すとかさ、うん、そういうの結構きついからさ、そうなんか怖いっていうよりさ、その、ま、もちろん最初は怖いんだけどさ、うん、だんだんイライラしてくんだよね。お前は大体そうなんだよな。だんだんイライラしてくるし、うん、何事も。イライラが本当に出すぎてるっていうのは。そう、なんかさ、なんでこんなことしなきゃいけないんだよって思っちゃうんだよね。てかさ、今、全然話変わるけど、あの、うん、ホラーゲーム、なんかおすすめされてるのあったなって思って、Steam のウィッシュリスト開いたら、うん、あの、違う冬の僕らの続編っていうか、うん、まあ、同じゲーム性の、次回作、うん、来年出るらしい。違う星の僕らっていう星、なんかでも主人公2人死刑囚なんだって。へえ、あの絵で。そう、これも楽しみだって。しかも25年第一四半期だから来春でしょ、半年ちょいぐらい出てるから。わ、宇宙服着てる。そう、これ結構楽しみなんだよ。これ絶対やるべ、ね、これは。そうだね、面白そうだねこれはね。それこそさ、これをさ配信とかでやっても面白いのかなと思ったんだけど、これは。いやでもだれちゃうんじゃないこれは結構。から、まあ、1回でやらないとかね、1時間ぐらいなら集中するっしょ。ああまあそうね、前回 3,4 時間ぶっ続けでやったから結構だれちゃったけどね、こう、うん、そう、コンスタントにやれば意外と面白いんじゃないかなと。まあ別に動画でもいける。結構でも俺名前とか言っちゃうぜ。それなんだよな、うん、そこなんだよな。こう言っちゃうよ俺多分。いや最近そんな言ってないような気がするんだよ。あでもね、さっき危なかった、うん、いやなんか思ったからあこれは編集できそうって思って。だってもう頭文字言ってたもんね。ねその後なんかあのうまくごまかしてたけど絶対うまくいってなかったよ、うん、俺うまくごまかしたつもりになったの。バレてたか大したぜ。完全に言ってたもん。カットでお願いします。あれはカットでピーでも分かっちゃうからあれなんだっけな、なんかさ、お前と見つけてた二人プレイのなんか謎解きなのかな、はあ、ホラーゲームね。うん、そうそうそう、なんだっけな、ザなんとか、あ、ウォッチャーズか、いやいや、これなんかコメントでも教えてもらったから二人プレイ用だし、しかもこれ多分クリアあるやつだっていう。いいね、カルト教団に見つかる。あ、いいね、ステルス型。クリア時間見るか。あれ、これはドキドキできるね。44時間やってる人いるけどどういうことあ、でもまあステルスだからやっぱそういう。あ、でも 5.5 時間でクリアした人もいるな。いいね、極める系の人が多いんじゃない、やっぱりステルスだから。クリアだけならみたいなことね。面白そうじゃん。ねえ、いや、これいくらだっけ、うん、あ、500、600円。あ、いいね。安いですね。やるとしたらこれかもしれん。オーケー。
まあ、あと何個か教えてもらったから、まあホラーゲームをやるのであればその辺が効果かな。マジで怖いと本当に俺やる気なくなっちゃうから。いやでもなんかスクショ見る限り大丈夫そうな気がする。あ本当。自分で動くってなると怖いんだよな。勝手に動いてくれるんだったら何も怖くないんだけどね。なんかもはやホラー映画とか怖くないもんな、逆全然。うん。まあ、もともとそんなホラー映画は怖いって思わなかったけど。ホラー映画はまあコメディ映画みたいなもんだから。てかさ、ホラー映画とか見てさ、俺ってホラー体質あるなって思ってさ、まあ、実況もやってなかったから、うん、そのこと、うんうんうん、ホラーゲームなんかそんな怖いわけないだろうみたいな、こいつらなんかもうオーバーにリアクションして数字高くしてるだろうみたいな落ちてくる。強気だね、本当に怖かった。それはね本当に舐めてた、うん、でも俺もそうだよ。いや別にデモノロジーさんただのゲームだろとかって思ってたらもうやばかったもんね。もう心臓飛び出るかと思ったもんね、最初に驚かされた時。全然違うよね。であのやっぱ残った時のドキドキ感がすごいよね。もう本当に心臓バクバク、一人でクリアしたもんな。そう本当に心臓バクバクしても。いやいい、ね、あれ今でも思い出すな。体験できるっていい ね。いやちょっと話変わるんだけどさ、うん、俺この前本当この年になってからさ、人生で初めてお化け屋敷に入ったのね。へ、うん、まあ、今まで入ったことなくて。そう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 。我らがベニーランドで。あの、いや怖かったもんね。いや怖い。俺も大人になってからそこ初めて入ったけど怖かった。怖かったもんだってすごい、ね。怖いんだねお化け屋敷ね。だからやっぱホラー映画とかとは全然違うね。映画見てさ、ホラー全然なんともないっていうやつなんか浅い浅い。いや本当なんかホラーいろいろあるけど映画はもう最低限で、ね、うん、そうね、うん、入門編よ映画はやっぱり。でホラーゲームは本当お化け屋敷に近いなと思った、その怖さのジャンル。そうそうそう、そうね、一緒だよね、自分で、うん、やらなきゃいけないっていう点においては、うん、本当一緒だと思う。俺も何年か前に大人になって初めて入ってさ、うん、なんかやっぱ見るからにあこれびっくりさせてくるなっていうのが配置されてんじゃん。うん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 、で進めなくてわーうわーって言ってたら、うんうん、なんか後ろの人も入ってくるじゃん、だんだん、うんうんうん、に追いつかれちゃって、なんかちょうど扉で隔てられてるとこで、うんうん、なんか目の前のものに集中してビビってたら後ろからドアがパッって開いて、それがぶつかってめちゃくちゃうわーって腰抜かしちゃって、そしたらそれがなんか女子大生ぐらいの集団でめちゃくちゃ笑われたもん。あ、すみません。恥ずかしいね、それはかなり。あれが一番怖かったもん、結局。だね、やっぱ能動的に行かなきゃいけないのは怖いよね。俺なんかさ、うん、こう同じタイミングで入ったのがさ、うん、女の子の小学生の2人組だったのね。すごいな。うん、まあ女の子のたち先に行かせたもんね、怖いから。行け行けっつって。卑怯だな。でも確かに先に行く組がいてさ、見れたらもう行けるもんね。そうそうそう、ほら前歩け前歩けっつって。大人じゃねえよな。最低じゃん。そんな痛い系の子供を盾にして。まあ気持ちはわかるけどね、怖すぎて思わずね。なんか本性出るかもしれないな、本当に。あそこで男らしく俺が先に行くよって言える人はなかなかいないと思う、正直。そうね。いやでも、いやそういう、なんていうの、やっぱ俺らみたいな方が絶対お化け屋敷楽しんでるから。まあ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 、間違いない。全く怖くなかったらだってね、何にも面白くない。怖くないのもあれだし、強がっても面白くないから。ああそうそう、素直にビビるのがおもろい、やっぱり。強がってるやつが一番つまんないから。うん、ここ脅かしてくんだろうみたいな、ね。一番つまんないから。面白くない。やっぱ素直に怖いものは怖がるのが一番大事だね。まあ、ビビりなだけなんだけどね、俺らは。必死の言い訳。やめろよ、隠してたんだから今。いやでもだってあんなね、ベニーランドのお化け屋敷ですら怖いんだもん。うんうん、バカにするわけじゃないけど、そんな大きいわけでもさ、新しいわけでもないじゃん。ほんと10分しないぐらいで出れんだもんね。うん、いやなんかちゃんとウォークスルーすれば5分ぐらいで出れるはずなんだけど、うん、止まらなかったら2分ぐらいで出る。だって本当進む速度カタツムリぐらいだったからな俺。
ては戻ってみたいな。いや、びっくり系はどうしようもないね。うわーっていう。まあ、ホラーゲームでもそうだけど。うん。てか、あれだな。いつもお便りの前に、俺らがその、あれだよね、テーマトークをしてたような気がする。からこの、まあ、お便りあと1個あんだけど、じゃあお前の YouTube チャンネルまとまった？おすすめの。あ、なんか結構あるけど、1個に絞った方がいいの？ひとまずじゃあ1個聞いてみるか。それの長さによる。いや、まあ1個は、うん、まあ、その大人の秘密基地チャンネルってやつなんだけど。大人の秘密基地チャンネル。そう。ほうほうほう。これがね、うん、もうほんと50代とか60代とかの、うん、もうほんと還暦とか、うん、人たちがあのプラモデルとか、あ、プラモ、はは、まあ、プラモもそうだし、車とかバイクとかジオラマとか鉄道模型とか、もうとにかくほんと男のロマン詰め合わせみたいなことね。そうそう、子供の頃に好きだったものをずっと大人になってもやってるみたいな人たちが、こう俺の趣味見てくれよみたいなのを見せてくれるチャンネルなんだけど、これがもう本当面白くて、だって YouTube ってそういうもんだもんな本来。そう、ね、自分の好きなことをやってそれを見てくれって王道というか正しい使い方だ、ね、そうそうそう。でこれがさ、もう本当になんていうのも本当マニア中のマニアみたいな人が出てくるからさ、へえ、こだわりとかがもう本当面白いし、わすごいなって思うし、なんか羨ましいなと思うしさ。まあ、でももうチャンネルアイコンがいいね。ワクワクするよ、これ。このチャンネルアイコン結構 YouTube 史上でも個人的にめっちゃ好きかもしれない。いいね、これ。これ本当にいいよ、このチャンネルは。ああ。いや、だってなんかサムネ見てても、なんか全部クリックしたくなる。ジオラマとかもある。いいね、これ。でしょ？これ本当面白いんだから、このチャンネル。俺ずっと見てんだから、もうここのチャンネルはもう。見てない動画ないんじゃないかっていうぐらい見てんだから、もうこういうの見るとさ、あーなんか俺もやりてーって思うんだけどさ、そうそうそう、ね、いざ手出すともうめんどくさくてダメなんだよ。あのなんていうの、あとね、新しい世界開けんだよね、なんか、あーなるほどね、知らないっていうか、そう、こういうのあるんだみたいなさ、全然知らんかったみたいなのがあるんだよ結構。はいはい、ちょっとチャンネル登録しとこう、大人の秘密基地チャンネル。あ、増えたチャンネル、よっしゃ。お前のチャンネルじゃないけどね。あとは、うん、あの4スタっていうチャンネルだね。4スタ 4ST だね。 4ST、うん、4スタジオっていうのかな。ほう、あ、本当だ。この人はね、その昔のファミコンとかの通販とか昔のレトロゲームのことを、はいはいはい、面白おかしく解説してくれる人なんだけど、ほうほう、もう編集力がえぐい。あ、なんかお前に一回おすすめされたような気がする。あ、本当？この人はもうあのもっとなんかテレビ局で働いてた方なのかなって思うんだけど、なんかあからさまに編集レベル違う。サムネイルからしてなんかプロだ。うん、とんでもない、マジ。普通にあのテレビ番組見てるぐらいの感じで見やすいし、ほうほう、で動画もめちゃくちゃクオリティ高くて面白いし、なんでもっと伸びないのかなって思うぐらい。まあ確かにこんなしっかりしてる、まあ、25万人でもめちゃくちゃすごいんだけどね。うん、って考えると確かにもっと伸びてもおかしくないよね、うん、普通に100万人いってもいいんじゃないかなって思うチャンネルな、うん、まあでも確かにそのなんていうのテーマが結構ニッチだから、まあ、そうね、コアな、うん、そういう一部界隈で熱狂的な人気みたいな感じだよ、きっと、うん、だとしてもこの人は普通に面白いから結構更新されたら見ちゃうかなみたいな感じかな、うん、あとはね、あとね、俺がね本当に今回のこの何ラジオを撮るにあたって、うん、どうしても言いたかった、おう、その本丸、そうがいて、うん、まあどうしても言いたかった人が2人いたんだけど、うん、そのうちの1人が、うん、あのヒロチンくんっていう、ヒロチン、そう、ヒロチンくんっていうゲーム実況者なんだけど、ヒロチンくんまででチャンネル名なんだ、25万人、うん、こ
この人が、あ、見たことある。 TikTok でめちゃくちゃ流れてくるこの人。そう、なんか TikTok で思いっきりバズったというか、この人ね、はいはいはい、俺この人1万人いかないぐらいの時から見てるのね。へえー、すごい。そう、昔さ1個だけ動画バズったのよ、うん、うんうん、なんかこんなこと言うとその解雇中なんていうの、その俺昔から知ってるからみたいな感じで思われたみたいなんだけど、うん、でも本当にもう1万人ぐらい行かない時ぐらいから見てて、うんうんうん、その時になんかそのなんとなく、あ、この人ちょっと面白いなと思って登録したら気づいたらもう25万人超えててどうしたのってそれは誇っていいでしょ。解雇中というかは有名になる前から知ってたわけだから。そうそう、なんかこいつおもろいやんって思ってこの人ね、あ、この人ね、この方面白いですねにして、うん、そうか、ごめんごめんこの人はもう本当に、で最近はもう特になんていうのもノリに乗ってるから、うん、本当面白くて、いやだってめちゃくちゃ出てくるもんな、やっぱ普通に YouTube でも TikTok でも。そうだよね。でもなんか俺ショート全然出てこないんだけど。あ、そうなんだ。うん、やっぱ登録してると出てこないのかな。ああ、逆にね。うん、まあそれか見尽くしたんじゃない、そのバズってるやつをもう。ああ、それもあるかもね、うん、もしかしたら。オンリーアップで落ちて叫んでるか、つぼおじで落ちて叫んでるイメージ。あー、そうね、うん結局でも人の絶望が面白いよね、やっぱり。そうね、騎士絶望してんのってなんであんな面白いんだろうな、ね、あとはそう、最後の四天王の最後の人ね持つ四天王、どうしようかな、どっち出そうかなまだ2種類あるいや、てかなんかやっぱ自分のチャンネル見てると、あ、この人も言いたいなっていうの出てくるな、やっぱり。まあ、四天王にとどめておこう、そこは四天王最後の一人を選ぶんだ。はその点々反転っていう人だね。点反転、うん、なんかこれ ご飯系、いや、そのショートコント系、へ、うん、ショートコント系。この人たちもここ1ヶ月ぐらいでなんか一気に20万人ぐらいいったんだけど。へ、うん、でもなんか、あ、でも見たことあるようなないような。この人たちは本当なんていうの、純粋になんかショート動画でやってるんだけど。ああ、そうだね、本当にそのために作ってるというか実写動画で。そうそうそう、このショートがもうすごくなんていうの面白くて、うん、ごめん語彙力足りなくてごめん、普通に面白いんだわコントが。まあでも作家さんと役者さんの2人ってこと。そうです、なんかね、その爆笑する感じじゃなくてクスッと笑える動画がいっぱいあるみたいな。はいはい、この人たちかな。あ、ちょっとあるある系というかだったりとかってことか。急にね、なんかやっぱすごいね、ショート動画とかで一本バズると一気にみんなこうガーってところ。だってさ、こういうのってゼロから生み出すわけじゃん、そのゲームとかもない。だからすごいよね、うん、それこそ台本書いてとかってことでしょ、うん、そうね。あと一人だけ紹介したい人がいる。五天王ね、四天王じゃない、一人だけ。ああ、いいよ。ハライクマっていう人なんだけど、音楽系の人なんだけど。おお、それなんかお前好きなチャンネルサムネイル癖だな、みんなこのハライクマっていう人がね、本当に待って、この人も俺見たことあるわ。あ、本当ある？ TikTok で見た。なんだっけな、どの動画だろう。なんかあの、あれでしょ、先生にバレずになんか変な曲をアレンジするみたいなやつでしょ。そう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 、見た見た見た。この人もね、いい音楽ばっか作るんだあの急にジャズっぽくなったりするやつ。そう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 。あ、やっぱこのクラスになる絶対見たことあるんだな。すげえ、ケンダーハーモニカってやっぱいいなって思っちゃうわ何でも影響されるやんね。いいなって思っちゃう、ピアノいいなって思っちゃう。面白いとは思ってもいいなとはならなかったこれはいや、すげえ才能だなとは思ったけど。こんなもんかな、俺の五天王ね、 YouTube 五天王ね、
古典のってことはないけど、というかまあみんなに知ってもらい、みんなにしてもらいたいというのもみんなも結構知ってるんだけどさ。でもさ言っても俺も知らなかったし、やっぱまあ、今どき100万人でも知らないチャンネルいっぱいあるじゃん。なんか100だか200だかあるからさ。もう、って考えるとやっぱ、まあ、20万、30万でもやっぱまだまだ知らないね、人がいるんだなとは思う。まあね、数見たらすげえなって思うけど、やっぱ知らない人は知らないもんな。いや、間違いなくすごいけど、まあ、やっぱ自分一人が見れる、YouTube にかけられる時間ってそんなにないからさ。うん、やっぱごくごく一部しか知らないやん、まあ、自分のやっぱ自分の世界でしか知らないとか。そうだね。じゃああとは俺のおすすめのチャンネルいきますか。OK、まあ、俺はね、まあ、結構、まあ、何でも見るんだけど YouTube は。ああ、もともとはゲーム実況とかよく見てたんだけど、でも実況始めてから見なくなっちゃって、やっぱネタバレとかあるからね、もう全く見なくなっちゃって、はいはいはい。うん、まあ、1個生物系はもうほぼ全部見てんだけど、中でも一番好きなのがうごめきっていうチャンネルなんだけど、知ってる？分かんない。うごめき、うごめがひらがなで、木は旅行木とかの木、キノコ。いや、なんかね、まあ、この、まあ、生物系の人なんだけど、うんうん、まあ、特になんか虫から生えるなんていうの、キノコみたいな、そうそうそう、冬虫夏草って言うんだけど、うん、がめちゃくちゃ詳しい人なんだけど、うん、なんて言ったらいいんだろう、生物系なんだけどそんなうるさくないっていうか派手じゃないというか、うん、なんか淡々とねこう生物の知識とかを語ったりする感じがすごい好きで、でも一番最初に俺が見たのがなんか、地下水星の昆虫みたいなのを探すために地下鉄とかに潜って、たまにさなんか漏水してたりするじゃん、地下鉄の中で。の中にやっぱあれって地下からの湧き水らしくて、あそこに生物がいることがあるらしくて、地下鉄をいろいろ巡ってそういう目的の地下水星の生物を探すみたいなのがなんかめっちゃワクワクして、駅のホームの水たまりに甲殻類が潜んでるってやつかな。そう、多分それかな。面白そうだね。そう、それで初めて見て、こうなんか、まああんま虫俺も好きじゃないんだけど、不思議と見ちゃうというか、余計にこう生物系チャンネルにハマるきっかけになったチャンネル。ちょっとチャンネル登録ですね、これは。そうね、まあめっちゃ有名なんだけどね、もう50万人ぐらいいらっしゃるんでね。うん、知ってる人は知ってるとか、多分生物系 YouTube はよく見る人は知ってるかもしれない。いや、面白そうだな。そう、結構一押しのチャンネル。これはあのあれだね、寝る前とかに見たらもう止まんなくなるやつだ。そう、うん、いや、そう、なんかほんとね、うるさくないから他がうるさいというわけではないんだけど、うん、全然寝る前とかそれこそ作業しながらも見れるし、あとは、まあ、これもまた一押しなんだけど、シマシマリスアニメさんっていうチャンネルなんだけど、シマシマリスアニメ、まあ結構さ最近アニメチャンネルも結構いっぱいあるじゃん、群雄割拠で、ね、アニメ戦国時代じゃん、うん、今って、うんうんうん、めちゃくちゃある中で、まあ、結構もう何年ぐらいかな、1年ぐらいかな前ぐらいから見てて、まあ、結構その単発のアニメを結構出しててそれも面白いんだけど、最近の一番のこの推しっていうか、最近はもう長編アニメになってて、この人なんかすごい長いね。そう、なんか今は新勇者シリーズっていうこの、まあ1本 1,2 分ぐらいのアニメが、まあ、2日に1回ぐらいかな上がってんだけど、なんか普通にこれ系のアニメって大概さ笑える系じゃん、めっちゃ面白いみたいな、ギャグ戦高い、実質コントみたいな感じじゃん。まあ、確かにコント的な面白さ、まあ、笑えるのもめちゃくちゃ笑えてセンスいいなと思うんだけど、伏線回収がえぐいのよ、ちゃんとストーリーがあるんで、もう実質ねこれ YouTube 界のワンピースぐらい伏線回収ある。いやマジでそれぐらいすごいのよマジで。なんかもともと勇者シリーズっていうのが最初にあって、多分最初はね、その RPG あるあるみたいな感じだったんだよ単に。はいはいはい。
なんか勇者がいて王様からこの魔王を倒せって言われるけど、なんか最初にしょぼい装備とちょろっとお金もらうじゃん、うん、RPG って、うんうんうん、けど最初からなんか強い装備くれよみたいなやり取りをする感じだったんだけど、はい、だんだんこうそれがつながってきてちゃんと一つのストーリーになって、まあ、勇者シリーズっていうのがこう続いてって、まあ、今やってるのはそのセカンドシーズンというか新勇者シリーズっていうのをやってるんだけど、まあ、ぜひ、うん、勇者シリーズの1話目から見てほしい。まあ、1本1分2分だからね。そうそうそう、でもいいし、確か総集編もあったからそっち見てもいいし、うんうんうん、ぜひ見てほしい。これは見てみるわ。これもね今ね登録者5万人ぐらいなんだけど、もっとめちゃくちゃ伸びていいと思ってる俺は。へー、やっぱでも多分さ、あの長編ものって最初から見ると時間かかるじゃん、うん、からこう、ね、きっと新規の人は入りづらいんだろうなと思ってるけど、めちゃくちゃ本当に見てほしい。でも、まあ、シリーズ全まとめでも3時間だからね、普通に、うん、ね、意外とねポパって見れちゃう、テンポいいから、うん、そうだね、本当ワンピースみたいに毎週語りたいもん。今週やばくねみたいな、そう、今週のワンピやばくねみたいな、今週のしましまリスアニメやばくねって言い合いたい。まあ、特にこう俺らみたいにゲームやる人は余計刺さるよ。あ、そうなんだ。言うてゲームの世界だから。じゃあちょっと登録しとくわ、見とこう。ぜひ、そう、皆さんも登録しといてください。うん、一押しはそんな感じかな。まあ、いっぱい見てんのはあんだけど、うん、ぜひっていうのは俺はこの二大巨頭だね。なるほどね。じゃあお便り、そうだ、もう一個あったから、うん、もう1時間オーバーするやん。今50分だ。もうそんな喋ってる。長い、ね。なんか、あ、やばい、今日間持たないかもとか思ったら一瞬で1時間経っちゃう。じゃあ最後のお便り、みやさん、もつさん、かっこいらっしゃる、こんにちは。8月も怖くて楽しい動画をありがとうございました。毎週ドキドキでした。やっぱり怖かったのは鳴り引き、あれ鳴り引き村でいいんだけど、夜中なのに声を上げてしまうぐらいびっくりさせてくるし、唯一の救い、襲われた時が意外と静かだったことでしょうか。確かに意外と襲われるシーンが怖くなかったんだよ、あのゲーム。捕まっても怖くないから、まあなんとかなるみたいな。なんか仮面みたいなやつか。あ、そうそうそう、あの呪いの仮面、ひょっとこみたいなやつ。みやさんは怖いシーンに絶対ぶち当たる曲がり角とか薄暗がりへ勢いよく突撃していくところがすごいです。私は自分がやられるわけでもないのに救うんで動けなくなります。これはもう、まあ、成長ならからなのか分かんないけど、なんか怖い怖いってこう逃げて耐えてる時間が一番怖いじゃん、ホラーゲームって。そうね、突っ込んでしまえばいいみたいな感じのとこあるし、ね。まあ、お前とデモノロジストやってた時もそうだけど、うわーって言いながらこう突っ込むのが一番マシなんだよ。怖いみたいな。確かに確かに、ね、あの叫んでる瞬間無敵だから、どうせもう叫んでるから、うん、どうせやられるしって思った時が一番強いから。やけくそがやっぱ最強なんだよね、結局。ホラー実況月間で数少ないほっこり聞けた皆さん、地獄戦闘、1時間10分40秒の時、当選法ダメだ、止められない、そんなシーンあったかな。鳴り引き村は2時間8分ぐらいで、ヒューンって言って、ヒュンヒュンヒューンって言って子供部屋ね、よし、これも分かんないな。あの必死すぎて自分が何喋ってたかなんかね覚えてないんだよね。だろうね。そう、本当はこの配信とかもそれこそねセルフ切り抜きしたいんだけど、長すぎて、ね、見返す気もしないしみたいな。そして配信の合間に過去動画を振り返り、勝手に私的ここ面白かったシーンを選ばせていただきました。ありがとうございます。半年の節目に、オメガクラフターシャープ1、可愛いグラミーたちにサクサクプログラミングする皆さん、本当に見てて楽しいゲームです。6分38秒から乗ってきたピカスケの暴走伐採に慌てる皆さん、いつか貴様を切るのピカスケも面白かったです。オメガクラフターね、いや本当はさ、お前とも一緒にやったじゃん、2人で、ね、やったね、うん、やったね。そう、あれもなんか動画化しようと思ってたんだけど、積んだうちの一つなんだよ。
まあしなくてもいいかみたいな感じではあったけど、普通に楽しんでやればいいかみたいな、まあうん、やってる時になんかそんな感じだったもんね、うん、でしかも奇跡のね、まあ、俺があれ見てピカチュウと思ってピカスケって一人でやってる時名付けたんだけど、前もピカチュウみたいな名前にしてたよね。そうそうそう、俺もなんか相棒と言ったらやっぱピカチュウだろうと思ってそんな名前にしたんだよな。全くそう同じこと思うんだなと思ってあのシーンだけで動かしてもいいであとは、リトルナイトメア2のシャープ3、一番見るのがシャープ3です。学校編は怖くて楽しかったところ、自分もプレイしたのでこのシーンではどんな印象を受けられたのかなと毎回楽しみでした、19分38秒から。なんでいじめてくんのみんな、あんな厳しい先生いてなんでこんなマナー悪いんだろう、とても正論。そう、なんかリトルナイトメア2でなんか学校に侵入するシーンがあるのよ。でなんかなんだろう、人形みたいな顔がない少年少女たちと本当に靴べらみたいなので芝居てくるやべえ教師がいる学校なんだけど確かあそこめちゃくちゃ怖かったな。あれだよ、来年出るリトルナイトメア3は2人でやるから、ちょっと前もどっかで予習しといてね。あ、リトルナイトメアの 1,2 を、そう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 、え、繋がってんの話でもね。あ、でも1と2は完全に繋がってるね確か。うん、1の主人時系列的には 2,1 なのね。なんか2が終わった後に1になるみたいな。ああ、そうなんだ。なんか3にどう繋がってくるか分かんないけど、まあ、同じ世界観ではあるから、まあ知ってた方が面白いというか、知らなくても面白いけど、うん、知ってた方が面白いとは思う。そっか、じゃあ買うかなんかね、もうせっかく俺が持ってるからうち来てやってもいいけどあ、そうだね、その方がいいかな。今度泊まり込みでやっぱゲームしないと。レトロゲームもそうだけど、うん、そうだね。結構長いの1本、何時間って5、6時間かかったと思うけど、ね、いや結構長いなまあ、詰まったら俺がヒント出すとかすれば、まあまあそう、 そうね、あとあれね、収集要素とかも探索してたから俺は。ああ、なるほどね。まあサクッとやれば、ストーリーだけ進めば別にあれか、うん、だと思うよ。で今月のテーマ、お気に入り YouTube チャンネル、1つ目、週末養蜂チャンネル、京都で日本ミツバチの養蜂蜂蜜の販売をされている方々。ミツバチ、かわいい、尊い、大きな蜂、やばい、すごい、蜂の世界って面白いなっていうチャンネル、老後は田舎で養蜂しながらセカンドライフを送りたいなと勉強に見ていますすごい、いいな。でもなんか養蜂チャンネル見てるよ、すごい、すごい、蜂だ蜂だ。でもなんか週末養蜂チャンネルって名前がなんか良くない？そうね、もういいね、趣味で日本蜂チャンネルアイコンかわいい、五重の塔が後ろにあるよ。趣味で日本ミツバチを飼育するだってよ、すごいね。ね、でも確かそれでさ、蜂蜜取れたらさ、うん、感動やばそうじゃない？蜂蜜ってだってめっちゃ高いじゃん。うん、最高だね、これと自分で取れたらね。なんかたまにさ、道の駅とか行くと蜂蜜売ってたりするじゃん、そのこの辺で作りましたね。めっちゃ高いよね。めっちゃ高いよね、蜂蜜ってね。つまめるぐらいの瓶で何千円とかするじゃん。ね。なんか、あ、いいな、なんか美味しそうって思うんだけど、高すぎて買えないよね。そう。買ったとしても使えないよね、そんな高いの。無理無理。もうもったいねえもん。だって、シャトーブリアン食うようなもんでしょ。ね、ほんと、貧乏人の思考だけどさ。すごい。本当そんな高くて、だから自分で取れたら最高だね。だからまあでもそんだけ大変ってことだよね、蜂蜜取るのがね。結構蜂蜜好きだからな。蜂かわいいってなるんだろうな、こんなにね手塩にかけて育ててたら。いや、あれ俺さ最近さ、うん、ちょっと話変わるんだけど、うん、夏じゃんそうね、真夏ですよ今は、8月ですから。だからさ、うちにさアゲハチョウが飛んできてさ、はいはいはい、そう、なんだっけ、山椒の木があって、ああ、はいはい、寄ってくるよね。そうそうそう、山椒の木にいっぱいミツバチじゃねえや、アゲハチョウがさ卵を産んでさ、はいはいはい、はい、でイモムシになるわけじゃん。うんうん、でもさ、そのハチってさイモムシ食うじゃん。
ああそうね、肉食だもんね、スズメバチとかね、うん、そうそうそう、だからさかわいそうだなと思ってさ、アゲハチョウの幼虫全部取ってさ育てて育ててたのよ、えらで、うん、まあ一応もう全員飛んでったんだけど、うん、だいたい40匹ぐらいかな家の中に入れてさ、蚕ぐらいの量買ってるやん、すごいな。あ、で、それでさ、最初イモムシとかちょっと気持ち悪かったけどさ、うん、もう最後の辺も可愛くて仕方なくてさ、あ、まあ、意外と感動するよね、ちゃんとこう育ててさ、うん、孵化する瞬間っていうか、でも育てたりずっと見てるとやっぱ情が湧くね、うんうんうん、生き物を育てるっていうのはいいな。だからこの週末養蜂チャンネルの人ももしかしたらきっかけが本当にちっちゃなことだったのかもしれないし、ね、どういうきっかけでやろうってなったんだろうか、ね、え、待って、でも15年前から動画あるけど、でヒカキンより先輩なんじゃない、ね、サイコさんの YouTuber かもしれない。本当だ、15年前から、その時からハチ好きなんだ。で、最後、もう一つのおすすめチャンネルが、なんていうものかな、ハトクッキングでいいのかな、アイルランド出身のプロのシェフチャンネル。アイルランドだっていいね、ケルト音楽でしょ、とても丁寧な動画と解説、シェフのボイスが癖になっちゃいます。お気に入り動画はスコーンです。このまま最後まで読んじゃうか、まだ暑い日が続きます、お体に気をつけてお過ごしください。ティアキン用語が新鮮すぎて全然頭に入らなくて苦戦していますが楽しいです、頑張って追いかけます、お邪魔しました、ということでお便りありがとうございました。ありがとうございました。でそのチャンネルがパトクッキングです。パトクッキングね、一回読んでみよう。すごくかっこいい男性プロなの、はい、スコーンが本当だ、一番人気なの、ちょっと見てみよう、うん、どんなボイスなんだ。俺最近スウェーデン風のミートボール作りたいなと思ってたからちょうどいいわ。イケアのやつ？そう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 。イケア行ってさ、うん。ね、やっぱあるじゃん、ミートボール。いや、うまいよね。毎回食うよ、あれ。これ作ろうと思ってたからさ、ちょうどいいわ。アイルランドとスウェーデン全然近くないだろ。全然文化は違うって。いや、でもこの人出してたからさ、動画。嘘。うん。スウェーデン風ミートボール出てるからさ、あ、あった、本当だ。ちょうどいいと思ってこの人の動画見てるけど、完全にイケアのやつじゃんこれ、ね、スウェーデンのさ、うん、ミートボールはさ絶対にあれなんだよね、うん、あのあ、もうこれがベーシックなの、そう、なんかジャムがつくんだよ、なんかあのあれでしょ、リンゴンベリージャム、あ、リンゴか、そう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 、違う違う、リンゴンだから、うん、リンゴンベリーだ、絶対 IKEA に置いてあるから、このジャムこれがないとダメなんだよね。3点セットね、ミートソース、ミートボールとマッシュポテトとリンゴンベリーね、でうまいんだよな、これがまた味変で。何を隠そう、俺も料理大好きだからさ、まあそうね、うん、血筋というかね、うん、そうそうそう、だから料理チャンネルは結構見るよ俺、いろんなの見るんだ。なんか逆にまあ仕事としてやってたからあんまり嫌いなのかと思ってたけど、いやでもやっぱなんつうの、個人的に作るのは大好きよ。ああまあ仕事とかじゃなきゃってこと、うん、そう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 、まあ、元シェフだからな、ね、お前も一昨日か一昨日もあれ、うん、牛すじ煮込み作ってさ、あなんかたまに確かに凝ったの作ってるよね、角煮とかね、そう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 、結構作るよいろんなの。最近作ったのだとナチョスとかも作ったし。ナチョスってなんだろう、タコスじゃないと。そうだからあのメキシコ料理だね、辛いやつ、辛いってかあのほらなんだっけ、あのチップスみたいなのにチリソースみたいなのがくっついてるやつね、はいはい、あこれナチョス。カレーもあれだしね、あの SB カレー粉から作るしえぐっ、もう YouTube チャンネルやれるやん、モツクッキングやったら、パトクッキングのパクリでロマジでモツクッキングとか、やっぱ料理は得意だからね、まあね、元プロだから、うん、もともとガチガチの料理人やってたからね、
なんやかんや本当にだってこう料理に携わる仕事とかバイトの歴長いもんね。やっぱモツクッキングやるしかねえな。サブチャンネル、クッキングチャンネル、サブチャンネル作る。あそこはちょっとお前が主導で言っても、俺食べるだけ。でも料理番組って大体2人でやってない？なんかメインの人とアシスタントのアナウンサーみたいな。そうだね、メインの人が作らせるみたいな感じだよね。そう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 。あ、そうだね、隣にいて、うん、あまり経験ない人に作らせるみたいな感じだよね。そして出来上がったものがこちらです。YouTube でそれやる必要ねえんだよな。あれ3分とかだからそうなの。確かに。でも、ね、この前もあれだ、パン作りにハマってて。女子じゃん。パン作るのにハマっててさ、この前面白くてさ、パンをパン焼くのが面白くて、でもパン好きだからパンはちょっと興味あるな。もう夜に、夜中にパン、あの時間かかるじゃんパンって。そうですね、だってパン屋さんも早朝に仕込むからね。そう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 。で中途半端な時間からさ、思い立って始めるからさ、結局食べるの夜中とかさ、もういらないんだけどみたいな時に。大変だよな、パンも作ると。いや大変だよな本当に。だってクッキーとかでもさ、なんかめっちゃ時間かかるもんね。焼くのが時間かかんねん結局。あとあれだね、あの発酵の時間とかね、うんそう、イースト菌入れて寝かせないといけないから、ね、そうあれに時間かかるんだよね。俺も一時お菓子作りをハマったから。うん、ああいうのもさ、多分さ、その何回も作ったりとかしてさ、環境とかちゃんと整えればさ、うん、決まった時間でできるんだろうけどさ、そうね、なんとなく見よう見まねでやるからさ、うんうん、そう思い立ってやるから、何もかもないからさ、うん、時間かかんだよね。そうなんだよね。だって本当になんかそれでしか使わん調理器具とかさ、なんか素材があるじゃん。それこそイースト菌だとか、ベーキングパウダーだとかね。だいたい次使う頃には期限切れてる。だいたいもう使えない。イースト菌死んじゃってたりするからね。塩の横とかに置いちゃったりしてね、全部ダメになっちゃうみたいな。マジでこのさ、おすすめされたチャンネルを題材にテーマトークしてるよ今。だってもこのチャンネルの話っていうか料理トークだよね完全に。え、でもさ待って、49本しか動画ないよ、すごくない？そうね、それで49なの。あ、ショートも入れてか。あ、横動画だけで考えたら 1,2,3,4,8,12,14個しかない。それで2万人もいるんだ、すごっ。よっぽどうまいんだべなね。あ、でもあれだよ、ね、料理系結構ショートでもさ、パッパッパってこう見れるから。あ、ショートがメインなのかな。美味しそう。ティラミスな。ティラミスはもう何回作ったことか。意外とそういうの好きなんだよ、お菓子とか。いや俺そう、俺ティラミス大好きで。おせんべいって感じなのにね。そう、おせんべいって感じ。まあ、おせんべいかくんさきかみたいな。坂の海じゃねえけど。おかきとか。いや、ティラミスおかきとビールでしょ俺。ティラミスじゃないって。本当に自分の中のレシピ持ってるからさ、もう。すごい。ティラミスに関してはもう。パトクッキングできるじゃん。モツクッキングできるじゃん。好きだもん、ティラミス。本当、もう。親の顔より見たもん、ティラミス。そりゃ親の顔見なさすぎでしょ。親不幸なだけじゃん。だから結局1時間20分ですよ。じゃあいい、ちょうどいいね。まあそうだね、ある意味ちょうどいいかも。あときっと編集したらまあ1時間ぐらいなんのかな、うん、余分なところとかね。そのうちね、 生ラジオとかできたらね。そうだね、俺も頑張ってこう名前とか言わないようにするからさ。やるならあれじゃない、やっぱ今年の年末じゃない、スペシャルとして。あ、まあそのそうだ、ね、別に大晦日とかにこだわんなくても12月のどっかで生配信ラジオやるとか、ね、そうだね、それも全然ありだね、まあ、名前さえ言わなきゃ大丈夫。あと地元すぎるトークしたりね。俺もついつい言いそうになるんだよね、これ。
地元のこと語りたくなるけど、あまりにもさ、局所的すぎるじゃん。そうだね。まあ、やっぱ遊泳って島でだよね。意外と仙台狭いですから。そうね、仙台狭いもんね、意外とね。東京とかだとさ、なんかどこそこ高円寺とか言っても結構人いっぱいいるからいいけどさ、まあ分母が違うもんね。うん、10倍、十何倍いるからね。うん、桁が違う、首都圏とは。じゃあね、ここまでお聞きいただいてありがとうございました。あ、待って、あれじゃん、次回のテーマ言ってないの、危ない危ない危ない。次回カット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 、今そう、今のところは丸々カットして、次回のテーマは、ね、これなんかでも一応メモはね、うん、思いついた時にしてんだけど、うん、書いてるのがね、思い出深きクソゲーって書いてあるんだけど、なんでそうなったのか自分でも分かんないんだよね。まあ多分前回のラジオな、うんうん、で喋った時に多分思いついたんだと思ったけど、うんうん、まあ、正直俺らがめちゃくちゃあるじゃん、まあ、みんなから聞きたいというより俺らが語りたい。そうね、あの俺らの青春とともに散っていったクソゲーたちを誰も知らないゲームばっかりやってるから俺は。そうだね、世に出てないゲーム。だって、スーファミの時代からもうクソゲーとかやりまくったもんな。俺もやってないゲームばっかりは、俺がほんと変なゲーム集めるみたいな。あ、そうね、確かに。意味わかんないゲームばっかあったね。その一番俺持ってんのでレアなのが、ファミスタ64なんだけど、なんかもう存在すら抹消されてるらしいよ。発売元からなかったことにされてるらしい、あれ。めっちゃレアなんだよ。あれめっちゃ面白いんだけどな、ファミスタも。めっちゃ面白いじゃん。めっちゃ面白いじゃん、それ。今度やろうよ。でもやりたいの多すぎんだよな。本当に泊まり込みでやらないと。うん、面白いじゃん、そんな。ファミスタ64なんて。64自体面白いもんな。だからね、皆さんもあの、思い出のクソゲー、まあ、クソゲーじゃなくてもいいんだけど、思い出のゲーム等々ありましたら、送ってください。そうだね。うん、子供の頃、やり込んだゲームとかね、うんうん、なんで、まあ、ゲームの思い出と普通のお便りまたお待ちしております。はい、ありがとうございます。これで大丈夫かな、多分大丈夫なはず。というわけで、じゃあここまでね、お聞きいただいて、そしてね、お便りの方もありがとうございました。今回は短くまとめたからね。短くはないんだけど、まあいつもよりはね、いつもよりは良かったと思う。時間管理覚えたから徐々に短縮していこう。短縮っていうか1時間ちょうどでこう終われるようにこ うまくね調整できるようになりたいところ。 そ,、うん、そうだね。それができるようになったらきっといつか地元のラジオに呼んでもらえるようになるから。熱いつかさ、でも一回出てみたくない、そういう地元のラジオみたいな。デート FM 出たいよ。そうだね、あのもっとこうちゃんとした環境とかでさ、緊張しながら喋ってみたりはしたい。あのブース行ってみたいな。何万人登録者いなきゃいけないんだろうね。ねえ、どうなんだろうね。あのデート FM とかの影響力でも結構だよな。ドライバーみんな聞いてるもんな。そうね、うん。だそこで何の話すんだって感じだけどね。俺らがゲストで呼んでもらって、その頃までに有名になってれば、今仙台初の YouTuber、 有名 YouTuber 皆さんモツさんですって言ってもらえるから、有名になればいいんだよ。このラジオの最終目標はデート FM、まあ、仙台のラジオに出ること。そうだね、夢は大きく。ああそこなんだ。目標、いつかはきっと YouTube じゃなくて故郷の電波に乗るかもしれない。なるほどね、そうですね。すごいな。そう、夢は大きく。でもラジオ好きだからな。武道館ね、じゃあ武道館でラジオね。それはもうトップクラスの実況者じゃん。一組ぐらいしかいないだろ、武道館でやったの。音楽かな。夢は大きくだから。今度こそね、じゃあ、ありがとうございました、うん。ありがとうございました。じゃあ、詳細はね、また概要欄に書いておきますんで。はい。それじゃあ、またね。またね。バイバーイ。